さて、前回は7世紀末、持統天皇の時代に藤原京が造営されたところまでお話ししました。今回はその続きから見ていきます。701年に唐の律令に倣い大宝律令が制定されました。これをもとにして新たな国家の仕組みを整えました。政治は天皇を中心に皇族や大和政権以来の豪族が進め、皇族や中央の豪族は貴族という特権身分を得ました。中央には政治の方針を決める大上官や実務を分担する八相などの役所が置かれました。他にも祭儀を執り行う審議官が置かれ、大上官、神技官、八相を合わせて二官八相と呼ばれています。全国を支配するために行政区分を行い、区分された地域をまとめて五畿七道と言います。さらにそれらの地方は北、郡、里に分割されました。中央から国を監視する貴族が国司として派遣されました。またその地方の豪族が軍司として任命され、国司の下で政治を行いました。さらに統治しやすくするために、現在の宮城県にあたる場所に多賀城、福岡県にあたる場所に太宰府を設置し、多賀城は東北地方の政治や軍事、太宰府は九州地方の政治や軍事、外交を担当しました。都と地方の行き来がしやすくなるように、道中に乗り継ぎ用の馬が用意された宿を設置しました。これは馬屋と呼ばれています。大まかにではありますが、大宝律令の主な内容についてお話ししました。大宝律令で政治基盤を整えた後、710年に奈良で平城京が作られました。唐の都、長安をモデルに作られたとされています。平城京を中心に政治が行われた約80年間を奈良時代と言います。平城京は碁盤の目のように仕切られ、天皇の住居や役所のある平城京を中心に貴族の住宅、民衆の家が並んでいます。また東西に市が置かれ、様々なものが売買され、唐に倣って作られた和道開珎などの貨幣が使用されました。それでは最後に今回のまとめです。701年に唐に倣い大宝律令が制定されました。天皇を中心とした貴族たちの政治が行われ、その統治範囲は九州から東北地方にまで及びました。中央では大上官、神技官、八相によって政治、祭儀が行われ、これらの重要な役職、役所をまとめて二官八相と呼びます。全国を統治するため、行政区分を行い、区分された地域をまとめて五畿七道と呼びます。五畿七道はさらに北、郡、里に分割され、国を統治する国司が中央から派遣され、国司の下で政治を行う軍司はその地方の豪族が任命されました。他にも北部に多賀城、南部に太宰府を設置し、政治、軍事、外交に当たらせたり、都と地方の道中に馬屋を設置するなど、支配基盤を整えました。そして710年に平城京が作られ、約80年間続く奈良時代が幕を開けました。平城京内は碁盤の目のように区切られており、東西には市が置かれ、和道開珎などの貨幣が使用されたこともあり、大変賑わっていました。